さまざまな困難を乗り越えたマッシュたちだが、さらなる過酷な試練が待ち受けていた。新たに相まみえるのは神格者、この魔法界を統制する者たち。神の杖の名の称号が与えられた魔法使い、それが神格者だ。ライトゲイン、ライオ。男前、ナイスガイ。デザートゲイン、オータ。規則は守るために存在する。フレイムゲイン、カルダ。騒がしいですね。イモータルゲイン、レナト。誰に上から物言ってんだ。ドラゴンゲイン、アギト。おい、なんか喋れ。アイスゲイン、ツララ。寒い。ノレッジゲイン、ソフィア。ここは柔軟に対応すべきか。ソードゲイン、レイン。俺に手間をかけさせるな。こうして一癖も二癖もあるような奴らが立ちはだかる神格者候補選抜試験、一体どうなることやら。実力を発揮し、いいんじゃないですか、不完全な世界のたまには。そんな子供のようなザレ言はまかり通ると思ってるんですか。その後輩の無謀な覚悟を俺は見届けるだけだ。キノコ君はこれから魔法以上の奇跡を起こさなければいけない。わかりました。この世界の認識を僕がぶっ壊しましょう。マッシュル神格者候補選抜試験編、24年1月より放送開始。